壁南市駅は愛知県壁南市浜町2の10にあるキヌーラ臨海鉄道壁南線の貨物駅である。壁南線開通時に開設された。当時は壁南線は権限先駅までの路線で、当駅はその中間駅であった。2000年頃まで貨物ホーム南側に太平洋セメントキヌーラサービスステーションが存在し、その他車用二役設備も存在していた。 2006年に当駅と権限先駅の間が廃止となり、末端駅となっている。専用線8着の車扱い貨物の取扱い駅である。本線と5本ほどの側線、一面一線の有害車用貨物ホームを有する地上駅。ただし有害車用ホームはすでに使用されていない。貨物ホームの北側に、サイロが3基あり、貨車用の2役設備も存在する。それを使用し、 工術の貨物輸送が行われている。参議鉄道等藤原駅にある太平洋セメント藤原工場より当駅へ炭酸カルシウムを当駅からセメント工場へフライアッシスを輸送する貨物列車が保機線経過車を使用して1日1往復運転されている。それらは中部電力壁南火力発電所で使用、発生する。炭酸カルシウムは発電所の排気ガスから 硫黄酸化物を除去するために使用され、フライアッシュは石炭を燃焼させることで発生し、セメントの原料にもなる。なお、それらは当駅のサイロで一旦貯蔵され、トラックで発電所まで輸送されている。ありがとうございます。